戦場での予選会を難なく突破したユウスケたち5人はゲストとして首くくり島に到着した。その夜ホテルで休んでいた5人の前に1回戦で戦う六遊会のメンバーが忽然と姿を現した。しかしユウスケは玄海との修行の疲れからこんこんと眠り続けたままであった。小さな強敵リンクの秘技。皆様大変長らくお待たせいたしました。私リンゴアナのコトと申します。よろしくお願いいたします。ただいまより暗黒武術会を開会いたします。さっさと始めやがれ。俺たち一般妖怪アナ、この日のために人も食わず盗みも我慢して待ってたんだ。うっひょー、すげー観客だ、燃えるぜ。ずっと我慢してきたんだよ、待ちくたびれたぜ。もたもたすんで。闇の世界に関わり悪魔に魂を売った人間の特権とでも言いますかこの世で地獄を見られる気分は善良な貧乏庶民には分かりますわい。一回戦第一試合の選手入場です。六遊会チーム、待ってたぜ六遊会。スラムの期待の星。どうですかな左京さん、あの者たちは都心の歓楽街で見つけた連中だ。まだ名前は売れてないがね、これから暗黒神話を作っていく新勢力だよ。あなたのトグロチームを打倒するのは奴らしかいない。ましてや恨めしらなど相手にもならぬ。対するはゲスト恨めしチーム。もう出やがったぞ恨めし。くたばれ。あんこなく血は出しやがって加護作業は。裏切り者の冷えとくらま、てめえらも粉々にされちまえ。くわ、鬱陶しい殺気だぜ。日頃の鬱憤を全部俺らに向けてきやがる。仲間意識のない奴らに裏切り者呼ばわりされるのは信頼だな。両チーム中央へ。来てるのね。お手柔らかにね、恵子ちゃん。いい？ボタンさん、ユウスケのせいで死にかけたんですよ。私たちをそこまで関わらせておいて黙ってまた危険なことをしてるなんて許せません。千鶴さん、行きましょう。さすがユウスケの幼馴染、度胸座ってるよ。ところで小閻魔様はまだ来ないのかしら。小閻魔様、間もなく試合が始まります、うん、さあ、急ぎましょう。しかし…なはは、冗談はよせよ。あのうすらちっこいガキが閻魔か。おいおい、こいつが霊界の偉いやつだと。このうすらちっちゃいガキが。バカにされたくない。こうなったら。さあ、いい席の切符がまだ残ってるよ。間もなく試合開始だよ。おう、そこの兄ちゃん、いい切符があるぜ。一番端っこの立ち見席、戦いの前景が見られるぜ。200万でどうだい。剣ならビップ席を持っておる。お あんた小閻魔の旦那旦那も見物ですかい。わしは恨めしチームのオーナーだ。そりゃそりゃ、霊界では大会を中止させることもできたが、特権を駆使して却下した。そりゃそりゃ、この大会がストレス発散の場となり、人間界での犯罪件数を減少させとる事実は否めん。無視はできん。さすが旦那、話が上がる。この会場は黒い聖域、戦いのみが会話であることも承知ですな。当たり前だ。勝った者が法律ですぜ。ここでは旦那も単なる観客だ。たとえ親が殺されても黙って見ているしかないんだぜ。承知の上だ。小閻魔様、ユウスケたちがもう出てますよ。ボタン。ああ、戻るね旦那。三人とも恋人ですかい。ゲストの親族とガールフレンドだ。ドアホな部下が口を滑らせてな、強引に同行させられたのだ。
はじめまして、よろしく。さあ、行きましょうか。なんと人間界にも着物を座った女たちがいるんだ。勝負は両チームの対象同士の話し合いによって決めていただきます。ですが折り合いのつかない場合はそれぞれ5名が1対1で戦い、勝った人数の多いチームの勝ちとします。大将だってこのタコは眠ってるぞ。なら代わりは桑原君しかいないね。俺？そうだぞ大タコ、リーダーの俺が寝てんだ。代わりにおめえがやれ。いや、そんな、やっぱりそうか。裏飯の次ってのが気に食わねえがな。よっしゃ。一丁決めてやんぜ。アホ。どんな方法でも構わんぜ。できれば1対1がいいな。遊びは長く楽しみたいからな。望むところよ。男の対決は怠慢が一番。勝負は1対1の5戦方式とします。決まったぜ。焼けるような容器だ。裏飯を挑発してやがんのか。凍りつくような目と全てを焼き尽くすような容器、凄まじい殺気だ。こんな奴が人間界にもいたか。面白い。おい裏飯、お気にか。裏飯起きろ、起きんか。ダメだこりゃ。これだけの殺気を発しても起きんとはやはりただのアホか。どうやら収まったようです。それにしても凄まじいゼル選手の容器、会場が静まり返りました。では先方前へ行ってくるよ。俺しかいねえだろ。しっかりやれよ桑原。早くしろ、決まってしまうではないか。ああ、ここです小山様。やっぱこの方が楽だ。ああ、疲れた。小山様やっぱりその方が似合いますね。好きだな。なんだ、一番弱そうなやつが出てきたな。昨日あんだけおちょくってやったの答えてないし。1対1で戦うこと以外ルールなし。道具を使うもよし、場外とダウンはカウントを取り10カウントで KO 負けです。体もかかってきなさい。ほれ、おいくん。遊んでやりまっか。子供。
舐めやがって。リンクってすごい身のこなし、動きを追うのがやっとみたい。ロケットしてんじゃないよ、桑原くん。動きを追うのがやっとだ。この兄ちゃんには見えてないはず。こんなスピードじゃ俺には通用しねえ。こんなもんよ。なんだあのリッツが言うちに全然言えじゃねえか。オーケー、おえやさしこめ。桑原くんが強くなっているんだ。特訓に付き合わされて分かったが、彼は実戦で初めて力が出せるタイプだ。バカが、武士道でも気取るつもりか。今のうちに霊剣で突き殺せばいいものを。さあ、おらよ。完全に捕らえた。これで決まりだ。殴る趣味はねえ。殴りしてやんぜ。カウントゆっくり寝てな。何？つかの間の優越感楽しんだかい？だと？ああ佐京さん、私が見つけた連中に間違いはない。待て、桑原ターズンだ。ダメかも。はい。どう、ハラハラした？ただ倒したんじゃ面白くないからね、ちょっと演出してみました。ふざけた野郎だ。戦いを心から楽しんでやがる。味なことしやがってこの野郎。いいぞ、スカッとしたぜ。えいやいやいや、ハラさん、ご支援ありがとう。誰の首を折ったって？打たれ強いってわけか。桑原くん、根性あるよ。私の弟だもの。なんと立ち上がりました。試合続行です。
けやがって万倍にして返してやんぜ。知ってやろうだ、あの蹴りを食らって立ち上がった。構うな、ちっちゃいの、本気でぶっ殺せ。一方が心理作戦で今日つけば、一方はそれを受けて立ち上がる。興味深い戦いとなったな。さあ、1回戦第1試合から白熱の好勝負となりました。正直言って裏をかかれたのは事実だ。だが無防備の土玉に蹴りを入れても俺を倒せねえところを見ると、おめえ力はそんなにねえな。さすがゲストだね。確かにあのキックで倒せないなら揚力で倒すしかないね。ヨーヨー、ものすごい陽気だ。いよいよ本領発揮ってとこだ。ならこっちも。遠慮はしねえぜ、霊剣ニトーリア。ジャストミートで真っ二つよ。そらリンクのヨーヨーがくねりながら。あっと、皆さん確認できましたでしょうか。今確かに不可解な動きで桑原選手を翻弄しました。バーカ、子供の喧嘩じゃあるまいし、ただ投げるだけかと思ったのかい。デビルヨーヨーには指から十分にオイラの容器を送り込んである。8本すべてバラバラにオイラの意思通りに動かせるのさ。こんな風にね。リンクの揚力は武器を持って初めて発揮される。そのヨーヨーの威力はキックの火ではない。クワバラの恐るべき秘技デビルヨーヨーに操られた。だが桑原の危機をも知らず、ユウスケはただひたすら眠り続けるだけであった。